これで枠入りが終わります。出ました。10番のストレラルホークが1頭後方になりました。サンライズビートも後方から2頭目、外目から上がっていったのはホーマンウィーナー、それを制してサンバレー、そのまま先頭に立つか。内の方からはマルシゲガリバーが内のポジションを譲りません。3番手にはダンツジャッジ、その後にホーマンウィーナー、そして3番がサダムブルースカイです。ここまで固まっています。少し相手チアズリガス、それをかわしてキネティクスです。そして中段に谷のギムレット、1番がマルブツアンセブ、その後ろにストレーラルホークがいます。そして内が4番のサントニービン、さらにピンクドラゴン、その後に6番のサンライズビートです。こういった展開で3コーナーを右手にカーブをしていきます。12番のサンバレーが先頭に立っています。途中から先頭に立って少しリードを取っている。続く2番手には8番のマルシゲガリバーだ。サンバレーが先頭に立っていまして、そこから4馬身ぐらい後方にマルシゲガリバー、そして3番手ダッツジャッジが迫ってきた。4番手にはサダムブルースカイ、外目を通ってホーマンウィーナー、そして谷野ギブレット、どこから進出するか。まだ武豊の手は抑えられている。外目からはストレーラルホークが上がっていった。ストレーラルホークが左口を入れながらスーッと前に接近してきた。 400m を迎える。先頭ここでダンプジャッジに変わる。外目を通ってホーマンウィーナーが上がる。大外から谷野ギブレット、さあ谷野ギブレットが一気にかわした。谷野ギブレットがすごい瞬発力、まだ坂は目の前にある。 200m を通過した。谷野ギブレット足色は衰えない、また離した。そして2番手にダンプジャッジが続いている。3番手ホーマンウィーナー、2番手に上がれるかどうか。その後にはサラブルースカイ。谷野ギブレット連勝、重賞連勝。谷野ギブレット、また今日もすごい競馬を見せました。もう他を全く圧倒する競馬、谷野ギムレット。新山記念に続いてこのアーリントンカップを制覇しました。2着には11番のホーマンウィーナー、そして13番のダンツジャッジ、その後にサダムブルースカイ、マルブツアンセムあたりが上位と思われます。